あ <laughs> おかえりえうん帰ってたけどよかった何がって姉さんが先に帰ってきてくれて 当たり前でしょお母さんたちになんか会いたくもないんだからなんでってだって失敗作って言って僕を捨てたんだよだからあんな親になんかに会いたくないよん別に。 帰ってきた理由はいろいろあるんですまあ一番の理由は姉さんに会いたくて帰ってきたんだけどねあそういえばさ姉さんこの前の僕たちのライブ来てくれたでしょ 見えてたよ姉さんだって思ったからすっごいファンさしちゃったけど気づいてなかった <laughs> そうやっぱ気づいてたんだ <laughs> 途中でウインク投げてやったしえそれは気づいてない うっそー、はあ、まあいいけどさでもライブが終わると同時にさ姉さん一瞬で消えたよね僕あの後姉さんのことすっごい探したんだからちょっと 寂しかっただから今日帰ってきたんだよ姉さんと話したかったしうん <laughs> もう全然気にしてないからねでも今度来る時はさ ちょっとだけライブ会場に残ってほしいな。だって、姉さんと少しでもお話ししたいからさ。約束だよ。忘れちゃダメだからね。<laughs> 指切りって、なんだか。 昔に戻ったみたい <laughs> さてとそろそろお母さんたち帰ってくると思うから僕はもう帰るねん何 今度僕の家に行っていいかってうんに来てもいいけど多分姉さんのこと襲うかもだけどそれでもいいなら来てもいいよ <laughs> 冗談冗談 でもさ、姉さん、僕が一人の男だってことは、絶対に忘れないでね。<laughs> じゃあ、またね。大好きな僕の姉さん。